ソフトウェア定義、ネットワークテクノロジーは、ネットワークのパフォーマンスと監視を改善して、従来のネットワーク管理よりもクラウドコンピューティングのようにするために、動的で、プログラム的に効率的なネットワーク構成を可能にする、ネットワーク管理へのアプローチである。データ転送と経路制御の機能を論理的に分離し、ソフトウェア制御による動的で柔軟なネットワークを作り上げる。 技術全般を指す。Wi-Fi などの一部の技術分野とは異なり、SDN のオープンスタンダードの開発を担当する単一の標準化団体はない。コントローラーと呼ばれるマシンで動作する制御用ソフトウェアにより、データプレインを制御する技術のことである。2008年にカリフォルニア大学バークレー校とスタンフォード大学で研究が開始された。SDN は コントロールプレーンからデータプレーンへのコミュニケーションを必要とし、その通信プロトコルの一つとしてはオープンフローが存在する。現在はオープンネットワーキングファンデーションによってオープンフロー企画の策定と SDN の推進が進められている。SDN は従来のネットワークの性的アーキテクチャが分散型で複雑であるのに対し、現在のネットワークには より柔軟性があり、トラブルシューティングが容易であるという事実に対処することを目的としている。SDN はルーティングプロセスからネットワークパケットの転送プロセスの関連付けを解除することにより、ネットワークインテリジェンスを一つのネットワークコンポーネントに集中させようとする。コントロールプレーンはインテリジェンス全体が組み込まれている。 SDN ネットワークの頭脳とみなされる一つ以上のコントローラーで構成される。ただし、セキュリティ、スケーラビリティ、弾力性に関しては、インテリジェントな集中化には固有の欠点があり、これが SDN の主要な問題である。SDN は2011年の登場以来、一般にオープンフロープロトコルに関連付けられていた。しかし、2012年以来多くの企業のための オープンフローは彼らが独自の技術を追加し、もはや排他的なソリューションではない。これにはシスコシステムズのオープンネットワーク環境とニシラのネットワーク仮想化プラットフォームが含まれる。SD1 は同様の技術を広域ネットワークに適用する。SDN テクノロジーは現在非常に高速なフェールオーバーを必要とする産業用制御アプリケーションで利用できる。 一つの企業は従来のネットワーク管理スイッチに関連する特定のサイバー脆弱性の排除とともにミッションクリティカルプロセスの100倍の高速フェールオーバーを誇っている。ビスッネバル、エスティネット、ミニネットなど多くのエミュレーターが研究目的で開発されているため SDN の研究は続いている。SDN の原理の歴史は このアーキテクチャがデータネットワークで使用されるようになる前に、プロビジョニングと管理を簡素化する方法として、公衆交換電話網で最初に使用された制御プレーンとデータプレーンの分離に遡ることができる。インターネット技術特別調査委員会は、2004年に公開された、フォアワーディングコントロールエレメントセパレーションという適切なインターフェース標準の制御機能と、 転送機能を分離する様々な方法を検討し始めた。フォーセスワーキンググループはコンパニオンソフトルーターアーキテクチャも提案した。データから制御を分離することを追求した IETF の初期の追加標準には IP サービスプロトコルとしての Linux ネットリンクとパス計算要素ベースのアーキテクチャが含まれる。これらの初期の試みは2つの理由で牽引力を得られなかった。 一つは、インターネットコミュニティの多くが、特に、コントロールプレーンで障害が発生する可能性があるため、データからコントロールを分離することはリスクがあると考えていたことである。二つ目は、コントロールプレーンとデータプレーンの間に、標準のアプリケーションプログラミングインターフェースを作成すると競争が激化することをベンダーが懸念していたことである。分割制御。 データプレイヤーンアーキテクチャでのオープンソースソフトウェアの使用はスタンフォード大学のコンピューターサイエンス部門のエタンプロジェクトにそのルーツをたどる。エタンのシンプルなスイッチ設計によりオープンフローが誕生した。オープンフローの API は2008年に最初に作成された。その同じ年にネットワークのオペレーティングシステムである NOX が作成された。 複数のキャンパスを接続するためのバックボーンとしての、ワン全体だけでなく、単一のキャンパスネットワークでのプロトコルの使用を評価するためのテストベッドの作成を含め、オープンフローでの作業はスタンフォードでも継続された。アカデミックな環境では、NEC とフレッド・パッカードのオープンフロースイッチに基づく、いくつかの研究及び生産ネットワークがあった。また、2009年頃から、 クワンタコンピューターのホワイトボックスに基づいている。アカデミアを超えて最初の展開は2010年にナイセラによって NTT 及び Google と共同開発したオニクスからのオブスを制御することだった。注目すべき展開は2012年の Google の B4 展開だった。その後 Google はデータセンターにオニクスを導入した最初のオープンフローを同時に認めた。 もう一つの基地の大規模な展開は、チャイナモバイルである。2014インタラップテックフィールドデーでは、ソフトウェアデファインドネットワーキングが、アバヤによって、最短パスブリッジングとオープンスタックを自動化キャンパスとして使用し、データセンターからエンドデバイスに自動化を拡張し、サービス提供から手動プロビジョニングを排除することで実証された。SDN アーキテクチャは、 ネットワーク制御と転送機能を分離し、ネットワーク制御を直接プログラム可能にして、基盤となるインフラストラクチャをアプリケーションとネットワークサービスから抽象化できるようにする。オープンフロープロトコルは SDN テクノロジーで使用できる。SDN アーキテクチャは次の通りである。モバイルデバイスとコンテンツの急増、サーバーの仮想化、およびクラウドサービスの出現は、 ネットワーキング業界が従来のネットワークアーキテクチャを再検討する傾向にあるトレンドの一つである。多くの従来のネットワークは階層型であり、ツリー構造に配置されたイーサネットスイッチの層で構築されている。この設計はクライアントサーバーコンピューティングが主流だった時に意味をなしたが、このような性的アーキテクチャは今日のエンタープライズデータセンター、キャンパスおよび キャリア環境の動的コンピューティングとストレージのニーズには適していない。新しいネットワークパラダイムの必要性を推進する主要なコンピューティングトレンドには次のものがある。ソフトウェアでファインドネットワーキングアーキテクチャの概要次のリストはアーキテクチャコンポーネントを定義及び説明している SDN コントロールプレーンの実装は集中型、階層型、または 分散型の設計に従うことができる。最初の SDN コントロールプレーンの提案は単一の制御エンティティがネットワークのグローバルなビューを持つ集中型ソリューションに焦点を当てた。これにより制御ロジックの実装が簡略化されるがネットワークのサイズとダイナミクスが増加するとスケーラビリティに制限がある。これらの制限を克服するために文献では 階層的アプローチと完全分散アプローチの2つのカテゴリーに分類されるいくつかのアプローチが提案されている。階層型ソリューションでは分散コントローラーは分割されたネットワークビューで動作するが、ネットワーク全体の知識が必要な決定は論理的に集中化されたルートコントローラーによって行われる。分散型アプローチではコントローラーはローカルビューで動作するか、 同期メッセージを交換して知識を強化する。分散型ソリューションはアダプティブ SDN アプリケーションのサポートにより適している。分散 SDN コントロールプレーンを設計する際の重要な問題はコントロールエンティティの数と配置を決定することである。その際に考慮すべき重要なパラメーターはコントローラーとネットワークデバイス間の電波遅延あり、 特に大規模ネットワークのコンテキストではそうである。検討されてきた他の目的には制御パスの信頼性、フォールトトレランス及びアプリケーション要件が含まれる。ソフトウェア定義モバイルネットワーキングはすべてのプロトコル固有の機能がソフトウェアで実装されるモバイルネットワークの設計へのアプローチであり、コアネットワークと無線アクセスネットワーク。これは モバイルネットワーク固有の機能を組み込む SDN パラダイムの拡張として提案されている。3GPPLEL-14 以降 PFCP プロトコルを使用するモバイルコアネットワークアーキテクチャにコントロールユーザープレーン分離が導入された。SD-1 はソフトウェア定義、ネットワーキングの原則を使用して管理される広域ネットワークである。SD-1 の主な推進力は より高価な MPLS 回線の代替、または部分的な交換として、より手頃な価格の市販の専用回線を使用して、ワンコストを削減することである。制御と管理は、ハードウェアとは別に管理され、中央コントローラーにより、構成と管理が容易になる。SD-LAN はソフトウェア定義、ネットワーキングの原則に基づいて構築された、ローカルエリアネットワークであるが、 トポロジ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションの可視性と制御、管理、およびサービスの品質には大きな違いがある。SD-LAN は制御管理とデータプレーンを分離して、有線および無線 LAN のポリシー駆動型アーキテクチャを実現する。SD-LAN の特徴は、物理的なコントローラーがなくても、クラウド管理システムとワイヤレス接続を使用できる、ことである。 SDN アーキテクチャは、コントローラーのネットワークの中央ビューといつでもデータプレーンを再プログラムするその能力により、ネットワーク関連のセキュリティアプリケーションを有効化、促進、または強化する場合がある。SDN アーキテクチャのセキュリティ自体は未解決の問題であり、すでに研究コミュニティで数回検討されているが、以下の段落では、 セキュリティアプリケーションに焦点を当てて説明する。SDN に関するいくつかの研究は SDN コントローラー上に構築されたセキュリティアプリケーションを様々な目的であるでに調査している。分散型サービス拒否の検出と軽減だけでなく、ボットネットとアームの電波はそのようなアプリケーションの具体的な使用例である。基本的にこのアイデアは 定期的にネットワークを収集することにある標準化された方法でネットワークの転送プレインからの統計情報を取得しそれらの統計情報に分類アルゴリズムを適用してネットワークの異常を検出する異常が検出された場合アプリケーションはデータプレインを再プログラムしてデータプレインを軽減する方法をコントローラーに指示する別の種類のセキュリティアプリケーションは 移動ターゲット防御アルゴリズムを実装することにより SDN コントローラーを活用する。MTD アルゴリズムは通常、特定のシステムまたはネットワークの主要なプロパティを定期的に非表示または変更することにより、特定のシステムまたはネットワークへの攻撃を通常よりも困難にするために使用される。従来のネットワークでは、 MTD アルゴリズムの実装は簡単な作業ではありない。保護するシステムの各部分についてどのキープロパティを非表示または変更するかを決定できる中央機関を構築することは難しいためである。SDN ネットワークではコントローラーの中心性によりこのようなタスクはより簡単になる。例えば一つのアプリケーションが定期的に仮想 IP を ネットワーク内のホストに割り当てることができ、仮想 IP と実際の IP のマッピングが、コントローラーによって実行される。別のアプリケーションは、攻撃者が実行する偵察フェーズの間に、重大なノイズを追加するために、ネットワーク内のランダムなホストで、偽のオープン、クローズ、フィルターされたポートをシミュレートできる。SDN 対応ネットワークのセキュリティに関する追加の値は、 それぞれフローバイザーおよびフローチェッカーを使用して取得することもできる。全社は複数の分離された論理ネットワークを共有する単一のハードウェア転送プレーンを使用しようとする。このアプローチに従うと同じハードウェアリソースを本番環境と開発の目的で使用できるほか監視、構成、インターネットトラフィックを分離できる。各シナリオには スライスと呼ばれる独自の論理トポロジーを設定できる。このアプローチと連携してフローチェッカーはユーザーが独自のスライスを使用して展開する新しいオープンフロールールの検証を実現する。SDN コントローラーアプリケーションはほとんどの場合起こりうるプログラミングエラーの包括的なチェックを必要とする大規模なシナリオで展開される。 NICE と呼ばれるこれを行うシステムが2012年に説明された。包括的なセキュリティアーキテクチャを導入するには SDN に対する包括的かつ長期にわたるアプローチが必要である。それが導入されて以来設計者はスケーラビリティを犠牲にしない SDN を保護するための可能な方法を検討している。SN セカセキュリティアーキテクチャと呼ばれる一つのアーキテクチャ。 データセンター全体で実行される分散アプリケーションは通常、同期、障害回復力、ロードバランシングおよびデータをユーザーに近づけるためにデータを複製する。また、h a d o o p などの多くのアプリケーションはデータセンター内のデータを複数のラックに複製してフォールトトレランスを向上させデータの回復を容易にする。これらすべての操作には一つのマシン、または データセンターから複数のマシンまたはデータセンターへのデータ配信が必要である。一台のマシンから複数のマシンにデータを確実に配信するプロセスはリライアブルグループデータデリバリーと呼ばれる。複数の発信ポートへの転送を許可するルールをインストールすることにより SDN スイッチを RGDD に使用できる。例えば Openflow はバージョン1.1以降 これを可能にするグループテーブルをサポートしている。中央コントローラーは SDN を使用して RGDD の転送ツリーを注意深くインテリジェントにセットアップできる。このようなツリーはパフォーマンスを向上させるためにネットワークの複装、負荷状態に注意を払いながら構築できる。例えば MCTCP はデータセンターネットワークの通常の構造化トポロジーに 依存するデータセンター内の多くのノードに配信するためのスキームであり、ドクキャストとクイックキャストはデータセンター間でデータとコンテンツを高速かつ効率的に複製するためのアプローチである。NFV ネットワーク機能仮想化は SDN を保管する概念である。したがって NFV は SDN または SDN の概念に依存しない。NFV はソフトウェアを ハードウェアから切り離し、柔軟なネットワーク展開と動的な操作を可能にする。NFV 展開では、通常、コモディティサーバーを使用して、以前はハードウェアベースであった、ネットワークサービスソフトウェアバージョンを実行する。NFV 環境で実行されるこれらのソフトウェアベースのサービスは、仮想ネットワーク機能と呼ばれる。 SDN-NFV ハイブリッドプログラムは標準の IT 仮想化テクノロジーを使用してサービスのイノベーションとプロビジョニングを加速することを目的とした高効率で柔軟であるケーラブルな機能を提供した。SDN は SDN コントローラーを使用してルーターやスイッチなどの汎用転送デバイスを制御する俊敏性を提供する。一方、NFV の俊敏性は 仮想サーバーを使用してネットワークアプリケーションに提供される。既存のネットワーキングとオーケストレーションのパラダイムを使用してスタンドアロンエンティティとして仮想ネットワーク機能を実装することは完全に可能である。ただし SDV の概念を活用して NFV インフラストラクチャを実装および管理することには特に VNF の管理とオーケストレーションを検討する場合に 固有の利点があるため、協調型エコシステムに SDN と NFV を組み込む、マルチベンダープラットフォームが定義されている。DPI d プパケットインスペクションはネットワークにアプリケーション認識を提供し、SDN はアプリケーションにネットワーク認識を提供する。SDN は一般的なネットワークアーキテクチャを根本的に変更するが、高い相互運用性を提供するために、 従来のネットワークアーキテクチャでの作業に対応する必要がある。新しい SDN ベースのネットワークアーキテクチャでは DPI やセキュリティアプライアンスなどのメインの転送デバイス以外の個別のデバイスまたはソフトウェアで現在提供されている全ての機能を考慮する必要がある。ありがとうございます。